八代全国花火競技大会では、全国30の花火師が今回の大会のために出品された花火の中からどの花火が一番優秀であるか厳しい審査の上、優勝作品を決定いたします。ここで荒井審査委員長に競技の説明をお願いいたします。会場の皆様こんばんは。本日審査委員長を務めさせていただきます荒井満でございます。これより簡単に競技の説明を行います。本大会も36回目を迎え、今年も全国から30社の花火師の皆様にお集まりいただいております。これから花火師の皆様に競っていただく競技大会は、5号玉の部、10号玉の部、スターマインの部の3部門となります。特に5号玉の部は全ての花火師が参加され、直径15センチメートルの玉を5発打ち上げます。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。次に10号玉の部は直径30センチメートルの玉を1発のみ打ち上げます。これも同じく全ての花火師に参加してもらいます。最後のスターマインの部は九州の花火師9社が参加されており、250発連続で打ち上げます。これらの3部門それぞれで花火の美しさや技術の素晴らしさを競います。これから競技花火開始の前に標準玉として前回優勝業者の作品である5号玉と10号玉の打ち上げます。この標準玉の得点を基準として12名の審査員の方々に競技花火の採点をしていただき、その合計点で今年の優勝、準優勝、優秀賞が決まることになります。本日打ち上げられる花火は日本を代表する花火師の皆様の作品で、どれも素晴らしい花火ばかりです。今夜はご観覧の皆様も花火の素晴らしさに感動していただきたいと思います。以上、競技説明とさせていただきます。荒井審査委員長ありがとうございました。